あれ？先生どうしました？いや、ちょっと漢字が出てこなくて。なんていう漢字ですか？バイキルトってどういう漢字だっけ？何の授業だよ。先生、バイキルトです。お、そうだった、ありがとう。合ってんのかよ。先生あるある。漢字、ど忘れ。黒板にダーって書いてると、たまにそんな難しくない漢字なのに急に書けなくなることが、皆様の先生でもいませんか？黒板書いてて急にフリーズする先生。主は英語の先生だったのですが、それでもたまに漢字が出ない時ありました。まあ国語の先生ならちょっと恥ずかしいけど。先生だって普通の人間だものね。こういう時、主は普通に生徒に聞いてました。先生と生徒逆になっとるやん。まあひらがなでごまかすよりいいでしょ。まあな。ということで本日は2回目、元先生だった主ちゃんがお送りする、先生目線の先生あるある茶番です。では、お楽しみください。次の授業はこのプリント使うんだったな。30人のクラスかける5で150枚吸っておけば足りるな。それにしても、今回は1枚でよかった。こないだなんか1人3枚、全生徒分500枚近く一気にコピーしたからな。あの時は30分以上かかって、コピー機使えず他の先生に迷惑かけちゃったぜ。先生あるある。超大量コピー。はい、主も数年の先生時代だけで、どれだけコピーしたことか、すでに普通の人の一生分以上、コピーしてる自信があります。量が多い時は本当に時間がかかるので、授業前にパッと準備ができず、前もってコピーし忘れたらもう大変。ちなみに、コピー機には割り込み機能とかもあるので、時間かかる時は他の先生に割り込んでもらったりしてました。ということで将来先生になりたい方に一言、コピーは時間がある時に前もって、はい、じゃあこれが試験日程な。問題配ったりするので、開始の3分前には着席しておいてください。また試験中先生は前に座ってるので、消しゴム落としたり、気分悪くなったり、何かあった時は黙って手を挙げてね。では試験、頑張って。はい。監督、何してんだ。いやー、あまりに暇すぎて。だからってメイクすな。先生あるある。暇すぎてメイク。いやいや、そんな先生。はい、さすがにメイクはネタですが、試験期間、学生さんも大変だけど、先生もいろいろ大変なのです。試験監督、ほぼ何もせず何時間も座ってるの、これ結構辛い。正直主は普通に授業やってるよりも、試験監督の方が逆に疲れました。なので、こっそり授業の予習したりするなんてことも、マジで、何もせずに何時間も座ってるの、予想以上に地獄です。はい、じゃあプリントやってもらうけど、大門7はまだ習ってない部分もあるんで、全然できなくても若き子だぞ。はい？若き子？え、みんな若き子知らないのか？うん、ギャグ？ま、マジか。先生あるある。うん、やはり最低でも10歳ぐらいは離れている先生と生徒、しばしばネタが通じないなんてことも、通じないと、ちょっと悲しい。皆様も、先生何言ってんだろ？なんて時ありませんか？では、前回に引き続き、先生目線のあるあるでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。